お疲れちゃんです。ドラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴレエリババやっていきたいと思います。というわけでゴレね、今めちゃくちゃ強くていろんな方があります。ダクネリだったり、まあクローンだったり、まあトルネがあったりなかったり、ライトニングが入ったりなかったりみたいな感じで、まあ、いろんな方があるんですけど、まあこのゴレデッキがねなかなか強いですよと。まあ他のね、ゴレもめちゃくちゃ強いんですが、このデッキでね、なんと前にもなんか同じようなことが言ったことあるんですけど、海外のプレイヤーがグラチャでね、36勝無敗、36-0 ですね。なので、まあ、グラチャで12勝無敗を3連チャンしたよ。で、このデッキは、今の環境、最も素晴らしいデッキだよ、みたいなね。ツイートをしてました。だから、こんな感じのこと、前もあったんですよね。36勝2敗とかだったかな。で、しかも、その時、もしかしたらこのデッキだったかもしれないんですよね。っていうわけで、まあ、めちゃくちゃ強いゴレデッキです。という感じでね、まあ、ダクネイリーの方が使いやすいとか、まあ、いろいろね、人それぞれあると思うんですけど、今日はね、この、まあ、防衛固め、まあ、守るゴレデッキですね。はい、やっていきたいなと思います。ライドラ、ボンバー、とかがいるので、結構ね、防衛できます。相手今回ペッカですね。まあ、ペッカなんですけど、ペッカにも戦えますというデッキですね。で、まあ、ゴレはね、ぶっちゃけなんかね、展開しない方が勝てる試合が結構あります。ゴレ展開した方が負けるとか、不利になるみたいな試合もね、意外とあります。まあそれがペッカとか、まあいろいろなんですけど、今はね、対戦でもペッカ使ったから、まあいいかなっていう感じですね。さあ、もうゴリゴリにね、追加してあげます。ライドラがね、相手からしたらまあしんどいよねっていう。で、ヒースピとかもね、添えてあげて、まあボンバーとかもね、添えてあげれば、おお、ちょっと待って、ボンバー、あれなんですよ。聞いてください、ボンバー今、瞬殺されたんですけど、ボンバー今めちゃくちゃ強いんですよね。もういろんなデッキに入ってるんですよ。で、ボンバーバカ強いから、ボンバー俺も使いてえなと思って、ボンバーのレベルだけ僕、ユニレベル10だったんですよ。そう、他のカード全部完走してるんですよね。で、お金もあるし、枚数もあるし、ユニレベルいつでも上げれるんですけど、上げなかったんですよ。ずっと10にしてたんですよ。まあ理由は正直そんなないんですけど、深い理由はね、マジで5年間、まあクラロやってきて、唯一ユニレベ上げてないカードだったんですよ。で、まあ、唯一上げてなかったから、なんかもう、ここまで来たら、なんか上げたくないよなっていう、この謎の感覚でね、ずっと上げてなかったんですよ。まあなんですけど、ちょっとボンバー、バカ強いんですよって、使いたいなと思って、先ほどね、乾燥させました。で、乾燥させたボンバー、さっき瞬殺されましたね。まあ、今、グラチャレなので、まあ、ユニレベは別に関係ないんですけども、もうちょっと頑張ってほしかったなっていう。そんな感じですね。で、なぜそんなボンバーが流行ってるかと言いますと、ボンバーって、今までだと、やっぱタルババとかの枠が今ボンバーになってるんですけど、まあ、ボンバーいるだけで、まあ、例えばこう、ゴレ展開します、逆サイ攻められました。めちゃくちゃ攻められたら、ユニットまあ基本的に1枚とかしか出せないので、まあ、守れないんですよね。守れないんですけど、ボンバーだと、守れないのは守れないんですけど、そのキングを折られることはないんですよね。だからこうゴレ展開して、逆サイ攻められます、僕はほぼ形を作ってね、攻めてボンバーだけで守ればそのキングまで絶対折られなくて、僕のこのゴレの形はキングまで生きる可能性を持ってるんですよ。っていうところでこの11交換した際のボンバーがいるだけでなんかこうとりあえず優秀みたいなあのシーンがねあります。多分見ていけばというか今後この後ね多分そういうシーンが絶対あると思うんですけど、ボンバーいるだけの安心感がやっぱ違いますよね。さあというわけで引きましたね。小屋デッキですね。あのまあちょいちょいいますよね。まあ僕も好きですけどね、小屋本当だと置いとくだけで相手からしたら今休憩状態ですからね、ふうって感じでね、すごい気楽な状態だと思うんですけど、さあもう全部ボンバーでねやっていきたいな。で、ライドラーとかも出したいんですけどね、なんかライドラー後ろにいたとてみたいなそんな感じがしたので、さあヒースピ添えてね、これが化け物、これだけでなんなら突破できる。で、相手のホバリング嫌だな。いやホバリングだけじゃねえな、小屋嫌だな。なんか自分が使うとき僕めっちゃテンション上がるんですよね、小屋使うとき。いや小屋置いてーとかよく言ってるんですけど、いざ置かれるとこれ吐き気がしますね。これやばいっすよね、ばっかみたいに来るな。でこれ1050も折られていいから1050側に五分ぐらいとか置いてほしかったな、後ろに。まあまあまあ
ちょっと折られてもいいから、右側はね、ぶっぱして折りたいですね。で、メガナイトだったんですよね。で、メガナイトだったから、エリババ単体だとやっぱしょぼいですよね。なんかこう、空でめちゃくちゃ行くか、エリババヒースピードもう1枚ぐらいないと、ちょっとゴリ押せない感じだったので、今回ちょっと陸でね、ライドラがね、ちょっときついんじゃないっていう、ヒースピも添えてあげて、で、トルネとかもやりたいけどな、ホバリングとか来たら神だけど、このゴレの爆破するタイミングで、相手の、まあ何でもいいんですよ、遠距離系をトルネでできれば、ゴレの爆破でね、こんな感じでマザネクとか、まあ今回だとホバリングとかを対処できるんですよ。まあこれがね、ちょっと強いところですね。トルネの。ゴレ、お、待ってよ、ベビードラーベビードラーまあまあまあ、これはね、多分、オーブンでタワー折られたとしても、僕も折れると思うんですよ。まあ右がこれ折れなかったら僕負けですからね。本気で折りに行きます、本気で。さあもう形作り作りですね。でメガナイトで踏まれるので、まあエリババのタイミングはこうできるだけ遅めというかね、まあメガナイト来たらぐらいのタイミングとかでもいいと思うんですけど、まあここはファイブを使ったんでね、いきます。でライドラだけはマジで生きてほしい。ライドラだけは生きてくんなきゃ終わる。あれ攻めとるんでもよかったけど、まあまあゴレのね爆破でやっつけられる。ホバ来たら速攻引っ張ってあげて、むしろユニットをね残した方がこのカウンターとかもね防げます。オッケーオッケー。もう11になってしまえば、まあこっちのもんみたいなとこありますよね。まあこれはもうゴールでいいんじゃない。でもし逆サイドとか来られても、まあ、ボンバーだったり、また後からエリババでね対応できますので、よしよしよし。いやこれ強えな。でも形作ればね、相手ファイボなんで。で僕はまあ今右に形を作ってるんですけど、まあぶっちゃけ左ですよね。こっからキング落とすのはむずいから、まあ、こうやって形を作りながらの逆をね狙っていきたいですよね。だからこの辺で相手はね、あ、待って、俺のベビーがなんかいろいろユニットを蓋をしたいと思うんですよ。よいしょ。いや、いい受けだな。これちょっとトルネでやりゴブだけさよならして、クエイク、クエイクの小屋。なんかすげえデッキだな。すげえデッキだし、相手なんかきつそうだな。で、これまたあの、待って、ホバの竹を取ってよ。あはん。ちょっとゴレがね、そこまで使うタイプじゃねえとか言っても、ゴレクロ バリバリ使ってたんですけど、受けがね、良くなかったんですが、まあ390とかまでいっちまえばね、全然全然、もうこっちのもんかなと思います。で、相手のあの、ホバに、うちのライドラが攻撃されるのがマジ嫌なんですよ。よしよしよし。もうこれあの、エリババとかいるけど、あんま関係ないみたいなとこない。もうゴリって、ナイスエリババですね。まあ、小屋厄介でしたね。でも、なんかこう、ゴレデッキで、今回トルネだけなんですよね、スペルが。その、ライトニングとか、まあ、ポイズンとか、ファイボとかがないので、まあ、ちょっと相手の小屋置かれると、まあ、ちょっと嫌なんですけど、まあ、無視でいいですね。あの、小屋を受けるのに相手にしてると、まあ、それだけでね、なんか、どんどん悪循環になってくるんですよ。基本無視ですね。まあ、ですが、高めの小屋、まあ、タワー前の、真ん中にあるゴレが釣れる位置の小屋は、まあ、ベビードラでね、壊したり、まあ、ライドラで壊したりはすごいいいと思いますね。まあ、それ以外は基本無視でいいと思いますね。まあ、そんなわけでよろしく。いや初手これめっちゃしたいんですよね。めっちゃしたいし、まあ、ぶっちゃけしていいっちゃしていいとは思うんですけど、どうだろうな。守りたいんですよね。でも防衛も結構硬いので、まあ、守りたいのは守りたい。 いや相手がでもなんか出してくれるとね、すごい動きやすいんですよね。合わせるカードあれば合わせて、ちょっと合わせにくかったらもうゴレ展開してみたいな感じなんですけど、そう、ザップだとペッカからばっかとかだと思いますね、最近の環境は。ゴレ展ゴーストですね。さあこれペッカですね。なんであの、まあゴレ展開でいいんじゃない。なんかボンバー合わせてもみたいな、ヒースピーなんか何合わせてもみたいな感じだったので、もうゴレ合わせてね。もうゴレエリババ組んで、まあ、ペッカ溶かしていいと思うんですよ。ゴレエリババ、ヒースピとかでね。で、この後ろに、まあ、ライドラとかをちょっとつけたくない、なるんですけど、エリババの方が多分いいんですよ。その、ペッカを溶かせるんですよね。ライドラだと、まあ、そこそこに、なんだろうな、ダメージが入るかもしれないんですけど、やっぱペッカが残ってきちゃうので。いや、これ、多分マジアッチャ前に、まあ、小女ババが来るのはほぼ確定なんですよ。だからまあワンチャンライドラが間に合うか。いやこれ無視でいいっすね。キング起動したのと、あと意外とねこれ同じコストぐらい使ってるんですよ今。でダメージもこれでトントンなので、てかまあなんならリードしてるので、
で、これ多分ゴールデン会したら小島ボケるんで、一回そうですね、ちょっと待っていい、なんか今出したらちょっと怖いなとかがあれば、まあ待っていいと思うんですよ。で、これはまあまたゴール展開でいいと思うんですよ。でちょっとゴーストを受けたいなっていう、わがままもある、高めゴレ、うわー、相手のこのペッカいいペッカですね。で、僕はこれエリババで横から殴りたいんですよね。そうするとエリババがね、このまま残ってカウンター行ってくれるはず。ヒースピ回復、いやこのヒースピが強いよな。相手これ絶対5打ってくるから、そうですね、ユニット追加してあげて、そんなコストがないよっていう感じで攻めていきたいけど、 いい受けだな。これもう一枚僕今攻め取るんじゃなくて、ランバー追加でもよかったかもしれないですね。なんかうまいゴレ使いってね、スペルを使わないんですよ、マジで。めちゃくちゃあの、なんて言うんですか、もうユニットを追加しまくるんですよね。そう、うまいゴレ使いほどトルネを使わないっていう、結構謎なね、感じなんですけど、すぐね、相手の透明のユニットをやっぱ僕らってこうトルネでね吸いたがるんですよ、さっきみたいに。なんですけど、うまいゴレ使いほどユニット追加ですっていうのを覚えておいてください。さあ、もうこれ防衛カタカタですよ、カタカタ。もうライドラ相手突破できないですからね。で、今ファイボとかも使ってドラドラ残ってますと、もうこういうのもね、エリババヒースピグッドゲームですね。これがね強いんですよ、本当にゴレデッキなんかって言いたくなるんですが、まあゴレですよねまあみたいな感じでね、なんか意外と、まあ、対ペッカ戦とかはまあ結構あるんですけど、ゴレを出さない方が勝てますね、うん、間違いなく。さあ、そんなわけでね、よろしく。なんちゃらっつマドラッツ、まあ、2の人はね、よくラバを使ってるイメージがありますね。なんか海外でなんちゃらっつっていうラバ使いがいるんで、それのパクリとかだと思うんですけど、ウォールブレイカーでしたね。さあ、ウォールブレイカー、ディガー来る、あ、逆サイド、あ、これ地味に竹取ってるんですよね。で、これもう守れないんで、なんなら守んなくていいんですよね。で、エリババ使ったんで、これもあの無視してゴリります。ライドラだけでもみたいな思うんですけど、ね、さあ、ここはねゴリりたかったんですけど、相手が結構キングにまでプレッシャーをかけてきてるので、僕はねキングはおられたらダメなんでね、守って、まあコウモリやりゴブとか、相手のネクロはねさすがに処理しないと、僕右側結構落としたいんでね。で、もうこのままねキングにプレッシャーかけていいと思うんですよねこれもしかしたらいけます。あ、でもいいディガーだ。いやー、キング行く火力まではないとね。さあ、ロッコスエリババとか来んのかな、どうなんだろうな。もうお互いタワーがね、1回の攻めでもうミリですね。まあまあまあ、もうゴレデッキあるあるですからね。キング、おられなければ、あんな守るとか言ったんですけどね。ゴリゴリもう無視してるっていう。なんかボンバーいるからなっていう。ボンバーいれば全部守れるんだよなっていう感情になっちゃいますね。ちょっと相手エリババ使ったんで、ちょっとだけいじめます。いじめます。あ、諦めた。うん、メガナイトか。あ、これ、メガナイトってことは、エリババが、化け物。あ、いい、取るね、けんない。グッドゲームっていうね。まあ、相手メガナイトだったんで、メガナイトエリババか。のウォールブレイカーですね。まあ、メガナイト自体はね、やっぱゴレきついので。まあ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 、キング狙っていきますけど、あのキングを守ることができればですね。あれでも途中、攻めウッドとかね、スケルトン豚読みとかしてたんですけど、まあこのデッキはスケブとか濁念とかがいないんでね、スペルに強いゴレデッキですね。はい。まあライトニングぐらい厄介ですけど、あの、ライドラーいうところにね、ライトニング打ってきそうだったら、もうエリババとか出してあげてね、そこにライトニング当たるので、まあライドラが残って相手からしたらきついというような場面にもまあなりますわね。まあ、そんなわけでなんかね、守るこれとか言っちゃってんすけど、まあほぼ守ってないですね。ほぼ守ってなくて、なんかもうカウンターしてるだけやんってなるんですけど、守らなくてもいいかもしれないですね。動画最初と言ったらこと違うやんけってなるんですけど、まあボンバーいるんでねっていう、もうボンバーの圧ですよ。スクワーゼン。これ海外の上手い人っすよね。そう。いや、これベビーカラだったかな。これはもしかしたらベビーカラだったっすね。逆サイエリババでゴレをトリトン、うわー、相手もゴレ、しかもマザネクだ。マザネクゴレは知らないな。いや、マジでなんかレアじゃないっていう気がしてる。
さあ、まあ入れ歯で溶かして、まあ小屋ベビードラとかでもいいのかなっていう気がしてる。そうそうそう、これ結構ダメージ入るっすよね。相手がトルネでキングビートとかなんか、いや相手のウィザード嫌だな。いやベビードラ、ベビードラ吸ってあげる、優しいベビードラで、これヒースピで、あ待ってやべ、待って待って待って、間違えた間違えた間違えた、ヒースピとトルネ間違えた、本当に変なトルネした。スケだ、ダクネスケマザネク、いや高回転ゴレですね、高回転ゴレで、なん相手の中身次第ですね。リバウンドとかがいるのかどうかですけど、まあ、いなかったら神合いしますよね、っていう気がしてる。まあ、タルは無視しましょう。ちょっとトルネやっちゃった分ね。で、ここでもしエリバボ食られても、ボンバーでそこそこ守れます。さあ、ゴレ、逆再展開してきましたね。まあ、これ、11にしたいのかな。1本あげるから、俺も1本ちょうだいよっていうことな気は、まあ、若干しますよね。でも僕、エリバボあるんで守れるんですよね。でも何もつけないのちょっと嫌なんですね。トリトンとかいる可能性があるんで、ちょっとここだけつけてあげてね。あ、ウィザードか。さっきもウィザード、そういえばいたけど。ウィザードスケでゴレ守るんだな。いや、ちょっと嫌ですよね。で、本当はもっと早くからヒースピをやってあげれるとよかったんですけども、まあ、1本、これ、耐えれるな。折られたっていうか、折られたはずなんですけど。謎に耐えて、なんなら俺の方が折れてるっていうね。でこれはね、ゴレ受けでもよかった気がしたな。これ多分ランバーが 先いきます、まあ、ですがゴレちょっとダメージ今の間に稼いできたいっすよね。で相手のスペル次第なんですけど、これ守れるんですよね。相手のスペルが何かによる。さあボンバー、ボンバー強い。オッケーオッケー、相手ももしかしたら、いやこれトルネ、トルネ待って、トルネ耐えるんじゃない。ウィザードの紙トルネが来そう。これトルネ耐える、トルネの、トルネのダメージは24なんですよ。だから48しか受けないから、オッケーオッケー、ナイスっていうわけで、気づけばもう12勝いけますね。最近なんかこの12勝目でよく負けてたんですよね。そうだからここをサクッてね、久々に勝っちゃいたいな。まあ人称して宝箱欲しいとかそんなのは何もないんですけどね。ちょっと見栄えがねやっぱ良くなるっすよね、12勝したら。さあそんなわけでみかんさんですね、よろしく。ゴレがないですが、まあ防衛からね入っていけばいいかな。待ちます。雪玉は今結構珍しいですね。最近流行ってるデッキにはほぼ使われてないので、まあバルーンデッキぐらいっすよね。基本的に雪玉入るのってマジでバルーンとか、まあなんかたまにメガナイトとかね、そういうのに入ってますけど、まあ、ほぼ格でバルーンですねこれ。あいこれ多分マスケボムタワーとかなのかな。ボムタワーとか入ってるかわかんないですけど、テスラとかの可能性もあるんですけど、マスケボムバルーンですね。でこれ、まあ、対空が2枚しかないっていうのが僕からしたらちょっと嫌なとこっすよね。エリババでいいかな。ライドラ大事にっすよね。まあ、最初のバルーンは僕はもうトルネでキング起動したいんですけど。ヒースピでね、回復とかしてあげて、さあ、ボムタワーバルーンですね。マスケアイゴレスケの、タル雪かな、ウッド雪か。おそこはタルでしたね。タル雪バルーンと。でここはね、相手がボム使ったからゴレ出していいと思いますね。で逆サイバルーンはキング起動かな。うん、でこのディガーはまあまあまあ倒れてくれるので、まあこっからですね。でちょうどボムが多分ね2枚ぐらいね、ちっこいの回されてて、かもう回ってるかな、回ってんのかな。さあ、まあユニット追加してね攻めます。でランバーとかも追加したいですね。もうなんかもうユニットがきついんですよね、相手。ユニット追加して、ユニット追加して、いきたいですね。多少ダメージ。あ、これも、相手がね、このアイゴレでランバーの受けをミスったことによって、暴走ですね。あいつ、化け物ですからね。ミニエリババみたいな。そんな感じ。もうランバーもエリババも、あ、ゴレの子いるだけでね、もう1体いるだけでタワー持っていくね、力持ってるんで。さあ、でもここは一旦、まあ攻めてきますよね。防衛しますね。ライドラトルネだけで守れると思うんだけどな。なんか足りない気がしたから、なんとなくベビドラも出したんですけど。
いらなかったかもしれないですよね。なんかこういうドラドラの残ったのにはできるだけランバーとかつけといた方がいいです。つけといたらこの0時でね、意外となんとかなったりするんで。よし、で僕はこっちをちょっと守んないといけないですよね。よいしょ、さあ守ります。でこれライドラ行かれたくないので竹取っていくと、これサイクル的に僕の方がね、いつかだんだん苦しくなってきます。なのでちょっと逆サイドこうやってね、プレッシャー与えていきます。じゃないと普通にやばいです。バルーン、これ11に持ってきてえな。よしよしよし、11、はい。というわけでですね、まあ、ゴレめちゃくちゃ強いんでね、ぜひ皆さんもこのゴレエリババ使ってみてください。今期はまあマルチもね、頑張ろうと思いますので、まあ、またね、マルチ動画あげます。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。